行ってきます。まあ、1周目はちょっとエンジン温める感じもであいにくのウェットコンディションですが、このね、室内にいるとこのノイズが結構でかいと思います。あのミッションのマウントをね SDI の強化品にしてからこの駆動系のノイズが非常によく入るようになりましたが、これ壊れてるんではありませんので、まあ、経年変化等々はあると思いますが、240馬力のエンジンなので、最大トルクが5000回転、最高出力が6000回転、最大トルクが5000回転の31キロ、最高出力が6000回転の、240馬力という仕様ですが、やっぱり音質が、これは、可変バルタイとかがつく前の世代のエンジンですけども、やっぱり4000ぐらいから音質がガラッと変わってきて、まあ、5000、6000この辺りの金属音が、まあ、一番この排気音というよりはこの運転してて前から聞こえるこのメカニカルサウンドとしては、その辺の、1年目の、ね、エンジンとは思えないほどエンジンは元気。ちょっとシャシーとミッションがね、年々この手応えが怪しくなっていると言いますか、このかつてガラストンミッションと言われたミッションで21年間壊さずに乗ってきたわけですが、年々ねミッションの手応えが怪しいので、ちょっとその辺を注意しながら出るわけですが、エンジンはね本当にバリバリ元気。エンジンはまたこれね、車は90歳でもエンジンだけは30歳ぐらいって感じがします。
追いついてきた。よし、エボに追いついてきましたよ。実はエボに追いつくために必死でした。エボはね、今はまあもはやもう戦友のような仲間意識が強いですけども、やっぱりライボを前にすると意識せざるには意識せずにはいられない。宿敵積年のフグ大天の右足がついてきた。タイヤがね、これミシュランのプライマシーを履いておりますが、買ってから5年くらい、距離は乗ってないんで摩耗はあんまりしないんですけども、その、ゴムの経年変化が多分激しくて、結構今日の冷たいウェットでは厳しいんですが、やっぱり、ね、GC はトリッキーですけど、コントロール性というか、軽いんでね、車が、まあ多少滑っても、まあ、四駆としてはケツが出やすい車ではありますけど、年乗ってても未だにこのエンジンのパワーに圧倒されるという、この EJ20 っていうエンジンはほんまにこうやって乗ってるとね、現行型と同じにすんなって怒られるかもしれませんけど、やっぱりこの音質とね、感触はね、まあ当然 EJ20 同じなんで、同じじゃ同じなんですけど、何千回と惚れ直してきたエンジンですが、改めて今日この EJ20 のたくましさに惚れ直しましたね。
今日はこの辺にしといてもらいましょう。あ、いや、ありがとうございました。正直今回のこの撮影でエンジンが死ぬとか、車が刺さるとかミッションが壊れるとかでちょっと覚悟してましたけども、それはそれでオチとして動画としてありかなっていうふうにも思ってはいたんですが、そんなこと全然なくて、エンジンもミッションもバリバリ健在と。で、音の方もまあ多分水平対向らしい、不動町のね、時代の、ボクサーサウンドもいろんな世代があって、古い人は、例えばスバル1000とかの時代が、あれこそがまさにボクサーサウンドだっていう意見もあるし、最近のね、モデルも、もちろんボクサーサウンドですし、まあ、そのボクサーサウンドにもいろんな世代があるんですが、まあ、一番多くの人が、愛する人が多い世代っていうのが、この、まあ、レオーネとか、初代、2代目、3代目レガシー、初代、2代目の、前期型までのインプレッサの、この、ドコドコ音というか、ドルドル音というか、この不等調の音が、一番その好きな人が多いと思いますので、それをがっつりと収録できたんじゃないかと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。GC8、ありがとう。ありがとう、GC8。